皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。これから新しい動画のシリーズが始まります。それは英語が10点から20点くらいしか取れない高校受験生、この高校受験生が8ヶ月で50点以上取れるようになるための動画、こういうシリーズが始まるんですよね。英語はとても苦手な人のための動画ということです。で、この動画のシリーズで勉強する上でちょっとこういうことを意識してほしいなということを今日お話しします。まず最初のポイントは、わからないことで悩まないね。勉強わからないところ出てくると、ずっと悩んで悩んで結局はわからないままで嫌になって嫌いになっちゃう。だからまず大切な部分は、わからない部分が出てきたとき、悩んでしまうと実は頭がストップしてしまうんですよね。ですから、わからないことを頑張ってわかるようにしようと、こう思わなくて構いません。ね、わからないことはそのままにして、どん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 次に進んでいきましょう。なぜかっていうと、わかるものの量をどん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 増やしていく、ここが大切なんですよね。ね、これが増えていくと、それまでわからなかった部分が、ああこういうことだったんだと、だんだん理解できるようになってくるんですよね。だからわからないところで悩まないで、どん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 次へ次へと進んでいってください。学習を進めること、これが大切なんです。わからないものがあっても気にしないで学習を進めるとね、少しでも前に進むことができたら、その日の勉強はもう成功ですよね。とにかく進むことが大切、その日少しでも進んだらもうその日の勉強は成功なんですよ。ね、続けていけば上達します。上達すればまた続けられると、いい循環が起きるので、ね、わからないところで悩まないで、とにかく学習を進めると、こういうところに重点を置いて、ポイントを置いて、このシリーズの学習進めていってください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。